目が痛え。平気？タンコ。平気だけど、クソ痛い。それってさ、雨降る前の予感みたいなあれ？お？うん？て、ちげえよ。おっさんの古傷的なのと一緒にすんなって。はあ？でもマジで痛いわ。痛いならカラオケっしょ。一気に解決するって。よ、キララも一緒に帰る。無理、劇急いでるから。キララ、カラオケ行く。だから、今日は無理だって。そう、あれするんだから、ごめんね。あれするって謝られてもさ。焦って転ぶんじゃねえぞ。あ、あちゃ。転んでも可愛いよね、キララは。ちょっと抱きしめたいよね。カラオケ明日は。明日は、ちょっと疲れて爆睡だから無理。気を流そう、イーグー。来週か。来週は二度とやってこないかもしれないし。だから青春の思い出カラオケしよう。お前はカラオケ奉行か。悪いね、今日はお稽古の日なんだ。お稽古ってバイオリン？そう。青春謳歌できなくってごめんよ。ぐはの名前は月姫蘭子。お察しの通り、全世界の月姫駐車場を牛耳っている月姫財閥のお嬢様。これまでの人生でもう何万回以上月姫シャコってあだ名で呼ばれて、少し前までは殺意を抱いていたけど、ちゃんと蘭子って呼んでくれる萌子が友達でいてくれて救われた。蘭子、カラオケしよう。とまあ、学校での人間関係が少しどころかかなり面倒な、どこにでもいる複雑な悩みを抱えるセブンティーンってわけで、ここはもちろん私の住処、一人暮らし。ベル上がってないな。魔法の効果弱いんだな。こんなへんてこな場所に一人暮らしってことは、よっぽどの訳ありだと思うでしょ。思うよね、普通。でもね、私にとっての普通はここにこうして一人でいることなんだ。そりゃあ子供の頃はいろいろあったけど、今は寂しくも辛くも、ましてや痛くも痒くもない感じで、たまーに夜中に突然涙が止まらなくなることがあっても、すぐに萌子がメールくれたりして。この時代に生まれて人とつながることにこと困ることってなかなかなくって、人が思うほどに弱くはないし、むしろ強いし、それなりに人生設計は出来上がってる。
どんな人生設計かって？殺された母親の仇を討つこと、そしてその相手は父親。そう、父親を殺すこと、それが私の人生設計なの。行くか。好き決めランコ様ですね。だって聞くまでもないか。おとなしくしてくだされば危害は加えません。さあ我々にご同行ください。ああそう、なら力ずくでどうぞ。この小娘、哀れな姿にしてやろうぞ。卑劣な。Yeah!
やっ